残り3ホールは復習って感じで、まあ聞きたいのは聞いて大丈夫です。で森ちゃんもこれはちょっとっていうのがあったら止めに入ってください。ちょっとはい、すぐ止めに入ったりして全然変わんないじゃんみたいな瞬間起きろ右に行ってしまうと OB になってしまうので、左が嫌な感じ。逆じゃない？左が嫌な感じ。嫌な方に刺したい。そう、嫌です。嫌ですね。そう、はい、って方は右に刺してあげる。はい、というのはこっちにこうやって刺すとこう見るじゃないですか。はい、こっちに刺すとこうなんで、右が OB だって言ってここに刺すともう OB に入れますみたいな感じになっちゃって、そう、右が嫌なら嫌な方に刺してあげる。わかりました。右が嫌なので右に刺します。 OK です。はい、よし、方向かロビーの右側、あっちの赤いビール右側の奥の林の葉っぱがない気がする。はい、あっちの方向を見て。なるほど、思ったより多分右に向けるかな。そうですね5番ウッドでいきます。今のは何なんですか。結構思ったり右行っちゃったと思うんですけど、それも右向いちゃったよね。もう一回ちょっと一人やってもらっていいですか。はい、この足を作るとき、こうやって合わせて足作るときに、はい、フェイスがずれちゃうんですよね。せっかくこうやってフェイスこっち合わせてるわけじゃないですか。こうやって合わせてるのに、こっからこっからですよ。これずらさないでこうやってやるならいいんですけど、足作るときにこうやって一緒に右向いちゃってるんで、そうだ、そうそうそう、足に合わせたものは絶対動かさないと。わかりました。なるほど、そうそうそう、構えます。そう、こうやってやって、このまんま、そう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 、そう、なるほど、動いてたのか。そう、OK、オッケー、ナイス、ナイスショー、ナイスショーです。やー合わせたものはずらさない。はい、わかりました。いい当たりしてるんだよ。はい、今のはいい当たりしてる。今のはピンの方向向いちゃってる。まあ、向く方向はよくいいんですよ。はい、いいんですけど、ボール右に行きやすいわけじゃないですか。私が、はい、なんで左バンカーの方向いてないといけなかったってことですね。そうなるほど。そうドライバーの時はその右に行きやすいとかは関係なしに、こう行きたくない方向に刺すの方が、そうそうそう、でも右に行きやすくて、はい、右側に刺せば左広く見えるじゃないですか、うん、ドライバーの場合、はい、自然と左打ちやすくなってくるんで、なのでここも一緒。基本的には多分皆さんの右行きやすいから、打ちたいところも左側。なるほど、そうそうそう、そっかそっかそっか、はい、わかりましたわかりましたっていう感じ。そう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 、OK、 はい、方向確認、OK です。フェイス確認、そうです。スタンス確認、うん、うまい、いけ、おしわせわせわせ、ナイスナイス、悔しい。
いや、いいですよ。今の打ち方で、はい、ちょっと待って、ちょっと待ってください。サンドイッチですもんね。いや、はい、これもっと振り幅小さくって、この辺に落とすイメージ。そうしましょう。はい。そう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 。小さい大きい番手で小さい振り幅、はい、小さい振り幅の方が当たりやすいわけじゃないですか、はい、なんでサンドイッチでもって大きくこう振っちゃうとザクッていって1球目みたいにこの当たれば寄るんですけど、なりやすいからミート率上げるのにこのぐらいの距離だったら転がしていけるんで、今じゃ番手上げて9番で、そう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 、9番とか、まあ、別に7番とかでもいいんですけど、へえ、そうそうそう、でちょっとちっちゃく、そうです、振り幅としては小さく、なぜかって転がっていっちゃって、はいはいはい、その番手が大きいから、そう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 、そう、うん、こうやって転がっていってくれると、これを止まるまで見ててもらうと、ちょっと右から左に曲がったの分かります、と返しのバットのラインも分かるようになるんで、できるだけ手前でこう平らな場合は、はい、は転がしてってあげるとパターンのラインも読みやすくなるっていう感じ、逆に奥に行っていいくらいってことですか、奥に行っていいわけではないんですけど、行っていいってのが頭で行っちゃいそうだから、はい、なんで番手が大きいの落とす場所が変わるって感じですね、サンドイッチだとこの辺でいいけど、はい、9番とか転がる場って時は手前に落としてあげて、できるだけ転がしてってあげるっていう感じ、そうそう、めっちゃグリーンオーバーしていいよとかそういうわけではないんで、あ、そうそうじゃあなんかT の指し方を習ったみたいなんで実演してもらいたいと思います。震えてるよって。OK OK ちょっと待ってください。ダメだ。よっしゃ、そう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 、 OK OK かっこよく見えましたか皆さん、コメントお願いします。慣れ、まあ、ここの成長もちょっとね、はい、視聴者の皆様にね、そうです、スムーズにさせるようになって、慣れ感もちょっと、そうそうそう、パー4の229ヤードです。これはもう普通にちょっと戦略出していきます。戦略ないくていいですけどね、まあ、最初はちょっと左側向いてあげた方がグリーンセンターに行きやすいかね、左バンカー方向で。ありがとうございます。あー転がった転がった、今も転がり続けてます。次はグリーンまで120-130あるのかな、はい、120、はい、だちょっと狙わないでバンカーがあるから、グリーンも入るんで130ぐらいになっちゃうんです、うん、だ手前ね、そうですね、あの私的にはあのバンカーの真ん中をこうやっぱり狙っていきたいなと思います。バンカーの真ん中、バンカー越えを避けたいってことね、真ん中ではい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 、に落ちたらいいですね、オッケーです。重いです。ダメか。よ、向いてる方向。うん。向いてはいました。こうまっすぐ。いいと思う。向いてはいました。もうほぼ刻む予定だったんで、ああいうのは全然オッケーです。あ、そうなんですね。うん、うん、だって、そう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 、まあまあ、そこに行ったから結果オーライみたいな、なるほど、50ぐらいしかないんですね。え、50って何でしたっけ、何ですか、ハーフ、ハーフ、いや、打ち上げ入るんで、はい、うん、そう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 、しっかり振り切ってもらって、そう、あっ、そうしたら右足下がりなんで右に残りやすいためはい、しっかり振り切ってあげないとまた右に残ってボロンってその辺に終わっちゃうんで、はい、しっかり振り切る、振り切る、はい、はい、届かぬでもナイスショットだった、ナイスショットだった、はい、あんまり腰を回さなくていい、
そう、回んないですよね。左に体重乗せると。うわ、右に残ってないっすか。ちょっともう一回口持ってきて、もうちょい長く持っていいですよ。はい、そうそう、それで短く握ってますからね、ちなみに。はいはい、そうそう、短く握りすぎ。もうボール一個近づきましょう。うん、さあ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 、うん、オッケー。でちょっと遠いですよね、立つ位置が。立つ位置が遠いんで、フェースの先っちょという側の方に当たってるから右に行っちゃうんですよね。なるほど、もうちょっと近くていいかと。そうで、ちょっと長く持つことを意識してるんで、その分離れちゃってるんで、はい、ボールとの距離は今まで通り変えず長く握るって感じ。そう、もうシャフトの方まで握っちゃってるんで。そうでしたね。そう、それやりすぎ。そう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 、そんなもんでいいです。 OK。 みえちゃん、はい、最終ホール来ました。はい、あ、ちょっと T 差し方ちょっと一回見てからにしよう。左に池があるんで、左はちょっと見たくないんで左側に。はい、すごい遠くないね。さっきミエスのちょっと見たんで、ちょっと見てて。見たい。ミエス、ミエス、ちょっとコンパス、コンパス、かっこいい。でクラブと反対の足で、足の近くの方がいいかも。はい、そうなっちゃう。あ、そう、足の近くの方が体重も乗るから入りやすい。で、足あと曲げない方がいいです。の乗せる方。あ、なるほど。こうやってちょっと空気椅子状態なんかすごいプルプルしちゃう。そうですね。でなんかすごい遠い、こうやってなんかもう運動神経の話じゃないですか。いやコンパス、コンパス、理解力の問題。そう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 、本当そう、ほら。ミエシ最終ホールなんで、はい、一言意気込みを、はい、教えてもらったことを下がってってるし、とにかく先生に教えてもらったことをちょっと自分の中で噛み砕きながら頑張ります。お願いします。最後この絵面が撮りたい。お願いします。よし、はい、行きましょう。286ヤードです。はい、あのちょうど枯れた木のちっちゃい枯れた木あるじゃないですか。あっちの方向行きましょうか。はい、かしこまりました。いいですね。足幅気をつけてください。はい、ナイス、ナイスショー、ナイス、やったー、ありがとうございます。嬉しい、ナイス。黄色い旗、方向まっすぐ枯れた木の方を狙ってちょうどって感じ。今日の私はそういう私なんですね。とバンカー方向、はい、左グリーンの左バンカーですよ。あの濃いグリーンの左バンカー、こっちか、そっち方向でいいです。うまい、いい、ナイスショー、いいよ、いいとこ行ってると思うな。おお、これはいいよ、嬉しい、嬉しいです。まあなんか当たりは何でもできたけど、でも満点ですね。ナイス、ナイス。ちょっともう一球、はい、ちょっとボールから遠いんで、いつも通り構えたらボール1個だけ近づきましょうか。はい、構えた後、はい、うん、オッケー、ナイス。惜しい、今のはボールが良くなかったけど、ちょっと短いクラブの距離が遠いですね。アプローチの時もそうだし、どうですかみゆちゃん、今日一日の。逆に先生にお伺いしたいです。
合わなかった頑張ってたんですけど、一番最初見た時よりもだいぶ落ち着いてると思うからね。うん。そう、それもね、そう、そう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 、そうです。 OK。 いいいいいい。うまっ、来たよ、来たぞ来たぞ、ナイスナイスナイス、今のはいい感じ。結構右行きがちですけど、いつもナイスです。ありがとうございます。9ホールお疲れ様でした。お疲れ様でした。先生カメラマンになってました。お疲れ様でした。ありがとうございます。どうでした？キューホールやってみて、やってみて、いやもう前回ももう前々回も今回もなかなか教えてもらったことがやっぱりこう実際にやると忘れちゃうところがいっぱいあったんで、もっと練習の時にこう癖づけれるようにっていうところは引き続きちょっと練習で頑張ります。あとはその記録に残しといてあげるってことだけ忘れないように、はい、まあ、その日によってその動きって変わりやすいんで、はい、やっぱりその前意識してたこと今日もやればいいとかそういうわけでもなく、今日はこことか、はい、今日は1回目習ったことだとか、その次やったことはだとか、なんかその日によって意識することって結構変わったりしやすいんで、記録に残しといて忘れないようにするっていうのが結構大事かなと思うんで。わかりました、はい、メモします。いっぱいあると思うんで携帯でもいいんでメモっておいてください。はい、わかりました、はい、どうですか、まあ、今回2回目のラウンドレッスンで、まあ、ちょっと練習も挟んでるんですけど、はいはいはい、手応えというか、いや結構落ち着いてるなっていう感じはしました。あ、よかった。なんか焦りみたいな、なんかパタ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 どうしようどうしようみたいな感じがあんまりしなかったかなって、うん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 、ミスってもあこれが悪かったのかもとかっていうのが分かってそうな感じ、うんうんうん、でミスしたらあそこがダメだったとか言ってつぶやいてたこと結構あったんで、まあ、原因がちょっと自分の中で分かってきたのかなっていうのは私の中で成長の第一歩かなとは思います。うんうんうん、取りました。じゃあまあちょっと最近ラウンドレッスンが続いちゃったんで、まあ、みゆちゃん今度は18ホールゴルフちょっとラウンドするような撮影で、はい、あらら。いや別にあの100キロテストとかではなくて、はい、うん、頑張ります、はい、じゃあ引き続きみゆちゃんをお願いするのと、森ちゃんのレッスンもコメントしてもらえればなるべくレッスン動画撮れればいいなと思ってるんで、はい、お願いします。コメントお待ちしてます。お願いします。いやお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。